核散立足凝集によってできるクラスタ。写真は、溶液中の硫化動画、伝積したもの核散立足凝集とは、ブラウン運動する粒子が核となるクラスタに取り込まれ、クラスタを成長させる過程のことを言う。英語の略称から DLA と呼称されることが多い。凝集とは、粒子が結合し、堆積物を成すことを指し、核散立足とは、クラスタの成長過程において、 粒子拡散の影響が支配的であることを指す。DLA 過程の模型は、トーマス・ウィッテント・レオナルド・サンダーによって1981年に導入された。DLA は様々な系に乱すことができる。代表的なものとして、電石、ヘルショー流れ、鉱物の体積、絶縁破壊などがある。シミュレーションによって生成された、ブラウン目、DLA によってできるクラスターは、 ブラウン期の集まりと見ることができる。DLA クラスタはフラクタルであり、二次元平面上の DLA クラスタのフラクタル次元は、拡散粒子の運動が格子上に制約されない場合およそ1.71となる。格子、DLA 模型のシミュレーションにおけるフラクタル次元は、同じ埋め込み次元の飛行し、DLA 模型とはわずかに異なる結果が得られている。 DLA 模型はクラスタの核となる吸着層に関して様々なバリエーションが調べられている。代表的なものにある一点を核として放射状にクラスタが成長する模型やある平面や直線の吸着層からクラスタを成長させる模型がある。直線上の吸着層は例えば結晶表面に生じたステップを理想化したものと捉えることができる。 直線上の吸着層から生じる DLA クラスター。色の違いは、拡散粒子が吸着層に捕獲された時刻の違いを表している。計算機時間とシミュレーションする系の未時間との関係は、粒子の拡散係数などによって対応づけられる。中心点の吸着層から生じる DLA クラスター。画像の DLA クラスターはおよそ3万3千個の粒子からなる。 色の違いは核酸粒子が吸着層に捕獲された時刻の違いを表す。計算機による DLA のシミュレーションは DLA の研究手段として非常に一般的である。DLA のシミュレーションには様々な方法が試みられている。具体的な計算手法のほか対象とする模型についても様々な方法がある。例えば適当な埋め込み次元の格子状を 拡散粒子がランダムウォークする光子 DLA 模型や DLA のシミュレーションは拡散粒子が自由な空間をブラウン運動する飛行子 DLA 模型が研究の対象となり得る。光子 DLA 模型は拡散粒子の運動や吸着層への取り込みをモンテカルロ法によって表現する。飛行子 DLA 模型では分子動力学によって 拡散粒子の運動を扱い、拡散粒子がある一定の距離だけ、吸着層に近づいたとき拡散粒子がクラスタに取り込まれる。また、いずれの模型についてもシミュレーションする空間の大きさや拡散粒子の数、シミュレーション空間の探点における境界条件を決める必要があり、様々な条件の下でシミュレーションが行われている。d l a 模型は、 ブラウン運動する粒子の数が非常に少なく、粒子拡散だけが頻繁に起こるような形を模したものと考えることができる。粒子濃度が小さいということは、拡散粒子同士の衝突によって新たなクラスタの核を生じる確率が非常に小さく、また多数の粒子が結合し集団で運動することも無視できる。また、吸着層からの粒子の脱離が起こらないということは、 クラスタと表面粒子の結合エネルギーの大きさが表面粒子に与えられる熱運動のエネルギーに比べてはるかに大きいということ、つまり結合エネルギーに比べて軽の統計力学的な温度が極めて低いことを意味する。アクリルガラスのブロックに高電圧をかけて絶縁破壊を生じさせたもの。樹上のフラクタル図形はリヒテンベルク図形と呼ばれる。放電は 枝分かれしながら伸び、最終的にはアクリル分子レベルの小さな網状の形になる。サンフロによって描画された天群。天群は Java のライブラリーとキシックリブスのシミュートルズパッケージを利用し、螺旋曲線に対する DLA のシミュレーションから生成されている。拡散立足業種によって生成される複雑で有機的な図形はアートとしても親しまれている。 Java のオープンソースライブラリーであるトキシックリブスのシミュートルズパッケージではユーザーがあらかじめ指定した曲線に従って成長する DLA クラスターを生成できる。曲線の他にも様々なパラメーターを変更することで動的にクラスタの成長型を変えることもできる。ありがとうございます。